Do it your self ですよね、はい、自分たちでやるということなんですよ。政党ってこういう仕組みになってたんだとこうみんなと一緒にこう。もう本当にフルオープンってどういう政治をやってほしいのかっていうことを国民の側が考えて令和の時代のスタートに合わせて新しいアプリを作りました。このの度カグラという名前のアプリを作り 皆さんのスマートフォンで利用していただけるようにシステムを組みました。CGS や石井改革大学、生徒 DIY、それから龍馬プロジェクトといった私が関わる活動の情報を毎日無料で皆さんに配信しています。詳しいダウンロード方法は動画の説明欄に書いてありますので、そちらの方からダウンロードしていただき、ぜひ様々な情報を集めていってください。登録をお待ちしています。 c g s をご覧の皆様、こんにちは、亀井宗平です。本日も日本が好きになる歴史の授業を送していきたいと思います。講師は斉藤先生です。斉藤先生、よろしくお願いします。よろ,ますよろしくお願いします。まあ前回ですね、まあペリーがやってきましたよということで、まあそれをどう捉えるかということをですね、はい、子供たちにね、ちゃんと感想も言わせて <laughs>、えー、あの議論させますと、はい、素晴らしいなと。 いうふうに思って、いいんですけども、はい、まあ、今日は思って、本当に素晴らしいんですよ <laughs>。<laughs> はい。ね、だから、そういう現場で、やっぱりやってこられた先生の、まあ、この授業の内容なので、すごく、私も説得力があって。あの、特進がいくというか。ありがとうございます。<laughs> あの、机上の苦労じゃないんでね。はい、実践を積められた、先生の、このカリキュラムですから。はい。はい あのほん自分の子供にもこういう授業を、ね、あの受けてほしいし、まあ、もし学校で教えてくれないんだったら自分で全部このままやろうと思い <laughs>、はい、<laughs> そんな感じでおります嬉しいな、<laughs> 元気が出るよ <laughs> <laughs>、はい、では今日は、えー、と不平等条約のところですね、はい、お願いしいいますさて、えー、和親条約ではアメリカは収まりませんなぜかというとフィルマーの一番の目的は通称、貿易でした。はいね、ですから アメリカの領事館が下田にできて、うん、ハリスはもうは江戸城へ、えー、日産します早くしろ早く交渉しろ早く通商条約だとかなり、えーえー、強い要求をしてきます、うん、で老中は老,老中主座ですね堀田正義に代わっています、えー、で対応していきました堀田正義はですねなんと多分 幕府始まって以来だと思うんですけれども、はい、初めて天皇陛下にですねこの外交問題のあのご相談をするということをやりました、はい、ええ通商条約を結びますが天皇陛下のお許しを得たという形にしたいので是非、うん、ともお願いしますというふうに京都へ持っていったんですね、はい、そうしましたら孝明天皇はですねこの外白人 列強が大嫌いで、うん、すごくあの外国との付き合いは望まないお方でいらっしゃいました、うん、でしたのでいや通商条約は許さんと日本はこれまで通りやっていけと鎖国でやっていけと困った漁民を助けるぐらいはいいけど、はい、というご意見だったわけですね。うんはい、徳が 幕府が外交政策についてね天皇の考えを聞いたのは始まって以来のことですね危機の時代に入って武士たちはこれは幕府もですね諸藩の武士たちもそうですけども日本は天皇中心の国だったんだなってことをこの

要は幕末の頃に水戸学とか国学、まあ国学から水戸学なんですけど。ええ、が。こう浸透していきますよね。それで,で。世論がね。ええ、多分高まってきて。ええ、皇室をないがしろに、もはやできないぐらいの。世論があったがために、聞かざるを得なかったんじゃかっ。そうですね。え、そういう説明の方がいいかもしれないですね。うん、あ、確かに。で、えー、まさにその。幕府。 の中にも未処分があります、はいはい、いますから、うん、そういう国学の気持ちが高まってくる。それで、うんえー、行動を起こしている人たちもいますよね。すで、はい、にね梅田運ーとかね。うん。で、そういう世論が高まってきたということも大きかったと思いますね。まあ、その結こういう事件が起こって、ええ、まあより広く認知されるよ<り>うになったと。で、私がここで言いたいのは、その全国の 諸般のですね、はい、武士たちにもそういう思いが、うん、まあこのことによって広、はい、まったんじゃないかな、うん、ということなんです、うん、で私がまあこの後もも言うんですが、はい、基本的にですね尊王ということはもう武士のもう共通理解だったということを子どもたちに教え,教えていこうと思っています。うん、はい、はい 井伊直ケが大老になって問題を決着させます、井伊直ケも相当苦悩しました、うんねで、ここはもう天皇陛下はそう言ってるけども、決断しなければだめだと、ちょうど第二次アヘン戦争、ね、が起こっていまして、ま,あ、またフランスも加えて、ぼこぼこにされてるんですね、自ンスが来る前に アメリカと手をつないだほうがいいかもしれないなという考えを持ったそうです、これは倉山先生の, <laughs> あのご意見をちょっと取り入れたんですけどね。で、条約を結びました、日米の友好、日本と列強の間で問題が起きたら、米大統領が仲裁する。 ってことが書いてあります、はい、これが後で生きてくるんですね、うん、日露戦争で、はいはい。横浜、神戸、長崎、新潟、函館を開港する、うん、そこに外国人居留地を作る、はい、そこで、えー、日米商人は自由に貿易できるというふうにすると、ただし、アヘンの輸入は禁止だよっていうのをこれを、うん、あ付け加えました、うんねえー、イギリスだだっったたらどううでしょうね。 <laughs> はい <laughs>、はいえー、安政の5か国条約ということで同じ条約をさっきと同じように <laughs>、うん、和真条約と同じように英仏郎乱と結ばざるを得ませんでしたはい、はい、これは安政の5か国条約と言いますはい条約の問題点が2つありますそれをちょっと学んでおきましょう <laughs>、うん、一つは天皇のお許しがなかったのにそれに逆らう形で反抗しちゃった、うんはい サインしちゃったことですね、うん、これがすごい大きな口実となって尊王攘夷運動っていうのが激しく巻き起こってきます、はい、天皇を尊び外国勢力を打ち払えっていう感じの、えーまあ、公明天皇の思いを受け,、うん、受け継ぐっていう気持ちもあったでしょうね、うん、からもう一つは安政の大国ということで弾圧が起こります、えー、これは井伊直輔の弾圧ですけども 外交を任されている幕府への反抗は許さない、つまり我々はちゃんとそういう責任を果たしてるんだ、そういうのの反抗してくるのは許さないということで、この時に、後で勉強しますが、吉田松陰など、8人がですね、処刑されました。うん、えこれが安政の大国といいます、はいはい。で、もう一つの問題点はですね、これ、日本にとって不平等な条約だったんですね。 はい、南京条約を思い出してください、あれと同じなんです、日本には関税自主権がありません、えー、それから外国に領事裁判権、違外法権があるという条約、です、うん、これはまあ,あの、プリントでちょっと説明するんですが、このスライドも作ったんですけども、そのイギリスは木綿を工場生産で700円で作ると、はいで、700円で日本に入ってくると、普通の国だったら関税を400円。 かけて 1, 円で日本で流通させる、はい、売る。うん、そうすると日本の手作りのね、立旦抜根のモメントよりも外国のものが少し高くなるから、日本の産業が守れるんだよ。うん、でこういうふうにして、貿易はです、ね、には関税というのがあって、それぞれの国は、 こののの関税ををかけけて自分の国の産業を守ろうとしたわけ、ねはい、だけど日本にはこれをかける自分で決める権利がないわけ、うん、と国内の産業が潰されていけば国力は落ちてきやがて国が奪われてしまうなこの条約続けて日本は大丈夫だろうかっていうのが第一点なんですね関税自主権、はい、かもう一つは相手の国に裁判権があるってことは。 日本にいる外国人には日本の法が適用されないばかりか殺人などを起こしても日本の,あのお奉行様が裁くことができない、はいねで。外国人が犯罪を犯した場合そういうことでその犯人の国の,あの領事か 裁判を行ううとということで、はい、これ実際明治での時代に起こっていくんですがたくさん人が死んだのに無罪になってしまうとか、うん、えそういうことが起こりました。ということで西洋列強は文明国日本は野蛮国文明国なんだから差別されても仕方がないんだよ嫌だったら戦争だね っていうののが西洋列強のやり口です、うん、日本はうーんという苦悩を抱え込んだことになりましたしかし条約は結んでしまったわけですねはいえということでこの図をですねあのノートに移させてですねえ世界がどういうふうになってるかっていうのをね、はい、あの頭に入れさせます、うん、つまりイギリスロシアフランスオランダなどが世界を支配してる、はいる彼らがルールを作るそして アジア、アフリカは植民地をされて奴隷のように働かされて、ね、彼らの利益になっている、えー、日本は日本と清は不平等条約で、えー、差別されている状態だ、うん、さあ、関税自主権がない状態で日本と清はこの反独立国差別された状態を維持できるかこれこのままいったら植民地に落ちてしまう赤の線か。 赤の矢印か、なんとか頑張って彼と同じところに並ぶことができるだろうか、ね、この条約によって日本は青洋列強が作る国際法という、そういうルールの中に巻き込まれてしまったんだよということを告知した上でえで、ー、ここで議論をします。 えそれでこの尊能改革と言葉はないんですけどもあの私はこの尊能改革と言葉を作ってですね、うん、え教えてます、はい、尊能改革派約束した条約は守り、えー、新しい国づくりを進める、はい、ねえー、天皇尊能なんだけども尊能は当たり前なんだけど条約は 約束しちゃったのとね、えー、その形で自分たちは外交権を任されているんだからその責任を果たそうということですね。から B は尊王攘夷派天皇が許さない条約を破棄して新しい国づくりを進める新しい国づくりをしなきゃい,なきゃいけないという考えは両方同じです、ね。はい、方も一緒ですねですがその理由が違うので、はい、A と B に分かれて対立することになりました。えー 当時の武士たちは尊道ということは一致しているんだけど、開国か攘夷かということで対立していることになりましたと、はいうことで、この方が分かりやすいんですね。正しい表記だと思います。はい、ですから、幕府だけが開国っていうわけではないし、と、うんねえー、いうことです。で子供なりに 前回の討論を思い出しながらまたやりますここでねはいそしてえ結構意見は分かれて面白い考えがあ出てきますねで実際はどうだったかっていうと尊王開国派っていうのは幕府とか薩摩とかね多数の藩が尊王開国派でした。 でその上位派は長州やそれから各藩の中にも若者たちはどっちかというとあの、えー、その上位派になっていました。これから藩を抜けちゃう侍も出てきてこういう人たちが京都に集まっていくようになります。ということで日本が大きく分裂して、えー、対立の時代に突入していくということでさあどうなりましょうか。 ということで、授業を終わります。はい、で、おまけとしてですね、その他の地域はどうなっていたかをちょっと教えます。で、昔植民地にされていた南アフリカ、中央アメリカとかね、ね南アメリカ大陸、どうだったか、ね。これは北アメリカが独立したように、やっぱり独立していきます。19世紀前半にね。で、これは独立したんですが、実はいわゆる日本みたいにそこに住んでる人の 独立ではなくて、はい、そこをスペインに支配されててもう二百何十年経ってる、うん、そこでほとんど根血になっちゃったわけね、はい、からあと白人が大多数、植民地にいます、はいで、白人とハーフの国として独立して、元の原住民はほとんどいないということになりました、はいうん、から朝鮮はどうだったかというと、真の属国ということ。 になっています。うん、ということでちょっと基礎知識として与えておきます。うん、はい、はい、本当にね。世界の世界地図をね。もうずっと例えはいいと思うんですよね,すねこの授業の時にね。だから、もう独立しての日本しかないということは分かりますし、それが分かっておくといや。日本は侵略戦争をしたって言うけど、どこと戦ったんですか？って時に。<laughs> <laughs> 白人の国しかかないんだから、白 <laughs> 白人人戦って <laughs> で、白人が侵略した国に対して攻めていったわけで,そ,で、ね、それを侵略戦争と本当にいるのかとかですね、うん、そういったところもなんかすごくよくわかるんじゃないかなと思いました、ねはい、あとはね、まあ、これは子供には難しいのかもしれませんけどその、はい、結局、完全自主権とかがなくなったことと合わせて。 金とか銀の交換比率も向こうに有利なように変えられてるじゃないですか、はい、日本の金とか銀が大量流出してそ,うそ,うそれは非常に大きかったんですねでそれで日本経済がだガだになって結局あのみんな貧しくなってしまったので、はい、それでこうその上位がね、はい、盛り上がったっていう背景もまだありますよね。はいはい、社会不安が起きるんですよね、うん、物価が高騰してね。はいうん まあちょっといろんな要素を入れると複雑になるので、うんはい、そのなんていうかな置かれた状況を理解するってことを、うん。 先に考えるっていう形で進めています、うん、ね。うん、な,んなんかその辺も少し入れていただくと、はい、いや今もほら結構日本人貧しくなってるんで<ー>、うん、これからいろんなことが外圧によって起きた時に、うん、どう対処するかっていう時にね、ええ、あの感情的にならずに、あのそれこそねあの桜田門外の変なんかやってたら困るわけですよね。うんあのだからそうならないように。うね。金融の知識ね。そう。そういうのはやっぱりまあ小学生ではいいと思いますが中学 高校でではもうやななきゃいいけすね意外とそういう金融の話なんかもね小学生ぐらいにうちから知っておくとんかこう将来設計がいろいろ変わるかなと思ったのでまあ脱足でしたがはいあのお話と入れさせて頂あそうですねちょっと考えてみますんか「えそこまで小学生に教えてるんですか?」みたいなところもちょっと欲しいなと思ってちょっとあのは弱くまでと追いついまいんすいませんはいすみませんではえ えー、今日はここで一回締めくましはい、ご視聴ありがとうございました